ます。おはようございます。じゅんです。ゆっこです。あ、ゆいです。今日はですね、アコーディアさんのサバラカントリークラブに来ております。はい。そして、久々の3人でラウンドです。イエーイ。ニュークラウンド。そして、1年ぶりぐらいに、ゆいちゃんの、うん、千葉でのゴルフが見れるということで。今までインドアだったからね。インドアだったからね。うん、皆さん、お待ちかねのラウンド動画でございます。今日は3人でヒロティからラウンドしていきたいと思います。やっぱ芝生なんか元気だね。元気だね。ラウンドでじゃあ早速行きましょう。はい、よろしくお願いします。ちょっと私も久々のラウンドなんです。心配です。大丈夫だよ、じゅんさんなら。よろしくお願いします。目指すパー5。完璧やんって。あれ完璧完璧ですよ。左がダメな感じ。いや、左そんなにヤバくないです。パタッと左でも。よいしょ。あ、お願いします。右で大丈夫よ。右で大丈夫だね。距離なかった。お願いします。お願いします。久しぶりだ、ゆいちゃん。ほんまにめっちゃ久しぶりや。左向いた気がするんだけど。あ、お願いお願いお願い。あー、ちょっと右向いたかな。右出た。ちょっと戻したんだけど。なるほどね。戻したんだけど、開いちゃったって感じ。抜けた。おー、ナイス。危ない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 。ラフです。打てるか心配ですけど、打ってみます。あ、もっと行け。前。ゴーゴーゴー。前、前、左。チャレンジかも、結構。ここでチャレンジします。うん、オッケーオッケー、よかった。うん、ナイス。よかったよかった。すいません。はい、はい、今日はですね、
株式会社エクスインプライド様からこちら商品提供いただきました、ピンイーグルというレーザー距離計、こちらを紹介していきたいと思います。はい、Amazon でですねベストセラー商品として一番売れているレーザー距離計です。Amazon の中すごいよね。すごいでしょ、で商品デビューが4000件以上、すごいね、4000件ってるやん、みんな。そうめっちゃ多いな。すごいんですよ、まあ、機能がかなり充実しているということで、簡単にねどんな機能があるかっていうとピンサーチ機能、まあ、ピンにレーザーを当てた時にピントを合わせて自動で調整してくれる、まあ、これがないと、まあ、ちょっとピンに合いづらい ね、でピンロック&バイブレーション機能で測定完了すると距離表示と同時にバイブレーションでブブブと合いましたよっていう風に教えてくれる、でこれもかなり重要ですね、で高低差測定機能でオンとオフがついてるんで、競技に出ることにもおすすめですね、であと防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。いいね。で距離は660ヤードまで測る。660すごい。測らないけど測らない、ね、まあ、十分にラウンド中だったら十分にね、測ることができるという、はい、であと望遠レンズで拡大倍率が6倍、これはすごい高い距離計と同じ同じ性能だそうです。遠くまで低く、はい、でこれだけ機能があったらお高いんでしょって、ね、思うと思うじゃん。お高いんでしょ、もう必要な分は全部入ってるもんねって思うでしょ、なんとこれで15,800円。なんだろうこれ、テレビショッピングで15,800円。安いね、とってもリーズナブルです。めっちゃお得。そう、でここにもう出しちゃってるんですけど、まあ、この距離計とこのケース、ケースもついて、あとねストラップも入ってます。なんでこれ腰につけたりできます。なのでね、まあ、ラウンドしながらちょっとね、まあ、機能性能がね本当にいいのかと、15,800円安すぎるんじゃないかと、ちゃんと測れるのかと思ったでしょ。カート停止と思ったでしょ、なのでちゃんと測りたいと思います。で今回は国内大手のレーザー距離計とか比較しながら正確なのかっていうのをやってみたいなと、それを紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらのピンイーグルでちょっと測ってみたいと思います。はい、めっちゃ軽い。軽いよね。軽い。今ね、大体150ヤードぐらいのちょうどところに。真ん中に合わせて。お、これ高低差もしてる。そう。おお、154.5 くらい。154.5。うん、154です。それでは大手国内メーカーの距離計で、はい、同じかどうか。はいはい。あ、これは高低差出てる？それ高低差ないんですよ。あ、じゃあ合ってる。高低差なしで150だから。こっちも150だった。151ぐらい。151。うん、あ、1ヤード差。そうですね。ちょっとだけ少し上ってるのかな。うん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 。おお、じゃあほぼ一緒。ほぼ一緒ですね、うん。性能としてはほぼ一緒。ほぼ一緒。ありがとうございます。なんだろう、ピンイーグルあんま手ブレしない。あ、そう。一応手ブレ補正あるんですよ。めっちゃ使いやすい軽いしじゃあ打っていきたいと思います、ね、めっちゃいいねこれ。ちょっとやっぱラフで、じゃあ全然問題ない。あ、じゃあ全然大丈夫です。うん、なんかこの転がるね。グリーン早いの？いや、硬いのかな。踏み方がそうね、手前すごかった。じゃあピンイーグルで測ってみて。127くらいかな。うん、これどうする？手前から、手前からの方がいいよ。7番アイアン
ナイスショー、うん、ナイス、いい感じ、いい感じ。大きい？なんかすね。大きいかも。転がったね。転がったね。うん。あ、風もフォローだったしね。フォローか。うん。なるへそ。なるへそ。行きます。お願いします。いやー、今日はめちゃくちゃ暑いです。梅雨明けしたね。もう夏ゴルフだね。うん、夏ゴルフね。フェイスカバーが本当に暑い。日焼けする。日焼けそうですね。どんぐらいなんだろう、速さ。8.5 って書いてあった。あ、マジ結構遅いね。うん、あー、なんかもっといもっとい。あ、止まるね、結構。入る。おー、惜しい。ナイス。入れ入れ、惜しい。オッケー。あ、うん。今何したの？受けた。オッケー。ナイス。パー？かな。ボリー、いやいや、パーだよ。パーでしょ。パーだ。あ、そっか。じゃあ、よっ。あ、右に逃げてる。これ、右の方がいいんじゃない？あ、そっか。うん。オッケーオッケー。いやー、めっちゃつま先上がり。めっちゃつま先上がり。5番ウッド持ってるけど、短めに持って。まあ、しょうがないね。ナイスやん。なんかくぼれ。まあ、つま先上がりやわね。うん。つま先はどれ？うん。おお。ピンイーグルでもね、200ヤードぐらい。ちょっと距離ありますけど、どうですか？測れますか？うん。全然測れるね。201。おお。じゃ一応ね、大手。早いでしょ、うん、早い。ちなみに大手国内メーカーのレーザー距離計ではどうですか？全然さ、ピンに当たんない。あ、今当たったね。196。196。うん。あ、それ、あ、上り見てだから。高低差見てね。見て200。じゃあ ほぼ一緒だね。一緒一緒。ほぼ一緒です。こっちの方が全然早いね。あ、早いんだよね。でも飛んでるね。全然問題なし。うん、え、ここパーソー。パーソー。ここ長かったね。5番ウッドです。とりあえず、先にピン。ほうほう。あ、大丈夫、低い。ごめん、私が。あ、でもナイス。大丈夫、大丈夫。うん、
知らない。つま先上がりで。そうなんよ、うん、つま先上がり。気をつけてたんだけど全然ダメだった。わかる。100弱ですかね。ちょっとまたピンイーグルで短い距離測ってみたいと思います。いくつですか？72ヤードです。72、高低差入れると73.4。あー、多分 S だと届かない。嘘、A だとなんか大きい人が怖いんだよ。なるほどね。そういう時は短い方がいいの。S でさ、ちょっとこうグッとグッといかない？ちょっとやってみます。はい、まあピン手前だからね。うん、手前でいい。やばい、これは奥のバンカー行っちゃう。何トップした？届かないから振ろうと思ったらトップした。いや、ダフった。いけ。ちょっと傾斜に向かって思いっきり突っ込みました。切れるよね。もうちょっと左にしたかったのにな。失敗。耐えた。ナイス、ナイスボギー。イエーイ、ナイス、ボギー。ありがとうございます。耐えました、みんな。耐えた。長いミドル。耐えてない。380ぐらいあったよね。はい、このピンイーグルは高低差機能ついてますので高低差測ることできるので一回測ってみたいと思います。測ります。151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。144?135 ぐらい、はいはい。で、今回持ってきてるニコンさんは高低差ない、高低差の機能がないので測れないんで直線だけ一旦測ってみます。150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。イーグルすごい小手先のあってすごいいいと思います。はい、ということで今回はピンイーグルを紹介させていただきました。このね、15,800円でこれだけの性能、うん、機能っていうのは本当に驚きました、ね、うん。あとね、まあ、高低差も測れるし反応もすごい早い、うん、ぐるっとしてさ、すぐちゃんと測れるからさ、ほんと早いね。ほんと早かったよね。ピンに合うまで。そうだね。国内の大手メーカーさんの距離計と比べても、まあ、遜色ない距離測定に必要な、まあ、うん、機能が、ね、十分全てね、はい、備えてるなというふうに思いました。まだ持ってない人はね、うん、安いし1個目だったら全然いいよね。そうだね、1個目だったら本当におすすめだよね、うん、雨の日でも結構ちゃんと見れるのかね。まあ、それでちょっと検証できてないけど、うん、一応防水機能ついてるんでね。あ、そっか、そっかそっか、だったらじゃあ普通にでも使えるよね。うん、うん、そうだね。あと GPS だけしか持ってない人とかは、うん、まあ、こういう距離計と合わせて使いたいなっていう時には、うん、まあ、すごく比較的に使い持ってやすいかなと思います。ちょっと短い距離ってちょっと GPS 系信用できなかったりするから。あ、なんか短い距離の時にはね、うん、あるね、あるね、あるある。はい、ということで皆さんピンイーグル概要欄に詳細貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。おすすめです。プレゼントでもいいね。あ、プレゼントめっちゃいいね、いいね、うん、あとコンペの景品とか、あ、いいね。
はい。